国鉄機派43000系機動車。国鉄機派43000系機動車。国鉄機派43000型機動車は、鉄道省が1937年に試作した電気式ディーゼル動車である。当時設計主任であった島秀夫の指揮の下で設計された、鉄道省で独自開発した大型ディーゼルエンジンを搭載する総括制御方式の電気式機動車である。 当時、ドイツやアメリカなどで流行していた、流線型高速ディーゼルカーに反を求め、動力車のキハ43000系2両と付随車のキサハ四43500系1両、ハ四43000、ハ四43500、キハ43001の MTM3 で1セットを構成し、3両1、編成が1937年3月に、神戸の川崎車両兵庫工場で製造された。 軽量化と重量配分を考慮して、木派は20メートル級、木佐派は17メートル級と、長さが違えてあり、いずれも先行する、魚雷系電車ことも、派52系、電車一時車に倣って、溶接を多用する、ノーシルノーダー構造の平滑な反抗性車体を採用した。また、雨鳥を省略し扉部にのみ水切りを設けた、張り上げ屋根を採用し、 前面ももは52系同様に乗務員扉を省略した流線型であるが、軽量化と保守の容易化のために、側面のスカートは省略され、前面のみ側扉のステップと一体の短いスカートを装着していた。さらに、窓部付近の寸法や構成が異なり、塗色も塗り分けも異なっていたため、もは52型とは全く違う印象の車両となった。また、車体幅は、 自動車標準の 2600mm であったほか、通風機は当時標準のガーランド式ベンチレーターが2列並べて屋根状に設置されていた。窓配置はキハが運転台側から 1D2X91D、キサハが D2X81D、D、客用扉、戸袋窓、数字、窓数と電車よりはむしろ客車に近いレイアウトで、キハは 運転台側の扉が、片引き戸に対し車端部の扉は、内回路で、デッキ付けと変わった構成となっていた。車内には、窓配置に合わせて固定クロスシートが並べられ、シートピッチは 1450mm と長距離向けで、シートの背すりに、モケットがあるものの、パイプ枠で背ずり高さが、当時の他の機動車と同様に低いものであった。それでも当時の機動車としては、 豪華な仕様で製作されており、国鉄機動車では、初となるトイレと洗面所もキサハの車端より窓2枚分のスペースを確保して設置されている。暖房については、機動車であるがキハに36,450系、ガソリン動車の設計を踏襲して、蒸気暖房が採用されており、キサハの床下に自動式石油ボイラーを搭載する。 連結機は基ハの運転台よりが簡易式連結機を強化したもの、各社の連結面間が密着連結機で鉄道省国鉄時代キロ65系、国鉄時代末期に485系、電車特急との並結のため採用を除くと、機動車に密着連結機を採用した唯一の例であった。動力源となるディーゼルエンジンは、 鉄道小正式の機動車用エンジンとしては、初の水平シリンダ型、かつ初の超二百馬力級のもので、文献によっては、d m f 三十一 h と称しているものを基波下下に両油化したり、各一機搭載した。この d m f 三十一 h は、排気量が示す通り、当時鉄道省が設計していた、もう一つの機動車用標準型ディーゼルエンジンである、d m h 十七の二倍、 近い非常に大型のエンジンジであるこのエンジンは、キハ42,500形用として、並行して開発が進められていた、DMH17 の場合と同じく、新潟鉄工所 LH6H、池外製作所、現、株式会社、池外、株式会社、池外ディーゼル 6HSD18、三菱重工業6,240と3社が、 同一仕様で協作した三種の試作エンジンに、便宜上同一の小形式を与えたもので、各社一機ずつ納入されたものを随時入れ替え使用した。なお、新潟製と三菱製は、4年焼失式に、母子種式の燃料噴射ポンプ、池外製は、カルー質式に、自社式の燃料噴射ポンプであった。ディーゼルエンジンは、シリンダーヘッドと、シリンダーに、高圧力がかかることから、 ある程度大きいものの方が圧力に対する変形と寸法交差の許容度が大きく製作も容易なためほぼ同時期に開発がスタートしたにもかかわらず小型の DMH17 に先んじてこちらが完成しているもっともこのエンジンは DMH17 のそれと比して2倍以上の容積の大型シリンダーを備えシリンダーストロークの関係から縦置き型での 床下搭載は不可能であったため、やむなく予置き式のレイアウトで製作されており、設計上これまで未経験の部分が多いことからシリンダをわずかに3度傾けるなどの工夫もしたものの、潤滑系の設計がうまくいかず、営業運転収益後、祈祷の活用切れによる抱きつきや焼きつきなどの事故が続出し、最終的に本形式の寿命を縮める結果となった。また、 三社のエンジンとも重量が重く、三菱製が2.62トン、新潟製が2.79トン、池外製が2.92トンで機関の出力重量比は10.92から 12.16kgPS で、DMH17 の約 9.3kgPS は、もちろんのこと、機動車用機関としては過大重量であったと評される、に34,650系の 大型ガソリン機関と同等もしくはむしろ重いぐらいであった。ただし、この DMF31H の基本設計そのものは、当時の日本の鉄道業界の工業技術水準で製造可能な鉄道車両用ディーゼルエンジンとしては、最良に近いものであり、そのシリンダ寸法などの基本設計を踏襲し、戦後通常の縦型6気筒として再設計された。 DMF31S は、スーパーチャージャーの負荷で 370PS、1300RPM あるいは 500PS、1300RPM を発揮し、DD13 型ディーゼル機関車に採用されて、大きな成功を収めている。また、さらにこの DMF31S を V 型配置の複列仕様として、再々設計を行った DML61 系は、 同時代の多国製あるいは民間向けの同級機関と比較して特に優れたところはなかったが量産初期に頻発したシリンダヘッドの変形や亀裂の発生問題等を解決した後は安定し DD51 系ディーゼル機関車やデジュー系ディーゼル機関車に大量採用されて戦後の国鉄近代化に大きく貢献している。本形式では d m f 3 1 a は 芝浦製作所製 MD37 発電機直結されており、ここで得られた電力を用いて、キハの連結面より台車に角にきつりが景色で走化された MT26A が多種電動機を駆動したが、最高速度は当時の文献でも様々で、時速 120km を実現したともあるが、時速 100km や時速 95km としているものもあり、 キハ 42, 系のように高速し運転をした、た記録も残っていないなめ実力不明である。この MT26 は同じく電気式機動車として設計された、機ハに36,450型に搭載された、ものと同一形式である。なお、機波に千四百五十型と異なり、発電機に補機用の出力がなく、基礎ハの台車に取り付けられた歯車駆動の、 車軸発電機と同じくキサ波の床下の蓄電池により、機関始動、制御、電灯などの電力をまかなう方式であったため、3両での運転が必須であった。台車はキサ用とキサハ用で細かく区分した結果、合計6台で TR30 から33の4種という複雑な区分となった。これらの台車はモハ五52系の TR25A。 tr23a を基本とするペンシルバニア型軸バネ式車の一種であり、ローラーベアリング採用という点でも52軽電車の、それと共通するが、軽量化のために軸巨が気波用が 2450mm、基礎波用が 2140mm と違えてあり、また同じローラーベアリング採用で軸箱部分の、 構造が改良されてコンパクトにまとめられるなど、各部の設計が変更されていた。春工後、1937年5月11日の、兵庫駅、高取駅間を川切りに短期間神戸地区で、試運転が実施された後、名古屋に配置され、1937年3月から開催されていた、名古屋反対平洋平和博覧会へのシャト列車、名古屋高線に設置された、 臨時駅の名古屋博覧会前駅と名古屋駅の間に使用された。博覧会終了後、同年10月29日より、東海道、竹豊線、名古屋駅竹豊駅で定期運用に収益した。しかしながら、運行開始後は常実のシリンダやケツキ等、エンジン周りに不具合が続出し、重量が3両で108.92トンと1両26トンであった。 キハ42000型と比較して、格段に重かったことなどから性能にも今一つ、思わしくなかったため、量産は見送られた。また、価格もキハが1両61329円、サハでも1両31262円と、同年度のキハ42000系の29375円と、比較して試作者とはいえ高価であった。しかも、 その後の燃料統制でまともに運行可能となる。前に1943年中に旧車に追いやられ、さらに1945年、留置先の浜松工場で米軍機の爆撃により、被災し、キハ4万3000系2両は復旧されないまま、廃車宣告され、浜松工場の工員輸送用客車として、しばらく使用された後、1948年9月に廃車となった。その後、 キサハ43,500のみは1950年に、豊川分工場で電車の付随車、サハ4,301、サハ6,400に改造して、飯田線で使用されたが、1955年6月に、大宮工場に送られて連結機や引き通し線の、改め等を施された上で、翌年3月に、機動車の付随車として復活し、キサハ43,800となった。 1957年の海板でキサハ令4301となり、関西線などでキハ17型やキハ35型といった液体式機動車と連結れて使用されたが、1966年8月に廃車された。同車の台車は、電車への改造時に、釣り合い量式の TR11 に交換されているが、機動車に戻った際に、旧の台車に戻している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。